特殊詐欺の被害に遭ったのは高岡郡内の無職の50代女性です。県警によりますと女性は先月スマートフォンでインターネットを利用中副業を歌う広告でアカウントを登録その後女性の名前を語る相手と SNS 上でやり取りが始まり仮想通貨の売買などの指示を受けました。しかし、しかか相手から時間内に作業できず損害が出たなどとして、医薬金を請求され、 女性は先月11回にわたって大手都市銀行の個人口座などに合わせておよそ1500万円を振り込み騙し取られました女性は支払いができなくなり家族に相談したところ詐欺が発覚しました今年県内では今回を含めすでに11件の特殊詐欺被害が発生し被害総額は去年の同じ時期と比べて2億5000万円余りに余り上回っています 県警は金融商品関連の詐欺が8件と急増しているとし副業としながら振り込みを請求,請求される時点でおかしいと気づいてほしいと注意を呼びかけています。